私は君の力を見くびっていたようだな。これはどうやら私にとっては残念なことになったみたいだな。まだ終わりじゃない。お願いだ、聞いてくれ。他の手もある。こんな形で終わらせるな。まだ私を助けられるぞ。私の視点から物事を見るんだ。彼女の目に宿る輝きを見てみろ。まだ希望はあるんだ。彼女は生きている。みんな生きている。私が架け橋になればいい。最後にもう一度だけ君の手を借りたいんだ。我々を引き寄せる力、一歩一歩もう一度完璧に歩んでみたい。だからお願いだ、助けてくれ。立ち去ってくれ。ここを離れて私に仕事をさせてくれないか。全員家に連れ戻してきてくれたら相応の恩は必ず返す。みんな安全に過ごせる家族と一緒にな。君が見たような暴力的で無秩序なロストに変えるだけじゃない。また一緒にいられる。平穏無事に共に過ごせるんだ。本当に、なんて言ったらいいか。ありがとう。今のうちにここから去ってくれ。誰かに止められる前に装置を起動させないと。君は発言の重みに気づいていないようだ。ダメだ、君をそんな目に遭わせるわけにはいかない。これは私の家族の呪いであり、君は無関係だ。処理が完了したらまたアトリウムで会おう。さあ今のうちに行け。何をしてる、行かれたのか。奴を助けるなんて。こんなことになるなんて。私を見ている。ビルコム。ああ、また会えて嬉しいよ。新たな一日の幕開けだ。家族も私も心から感謝している。ああ、英雄を歓迎するためみんなを集めた。またこうして一緒にいられる。親と子供、友人や隣人たちと。
君は崩壊した世界を元に戻してくれた。我々を癒してくれた。協力してくれて本当にありがとう。心より感謝を捧げたい。バカな質問を。もちろんだ。また家族と一緒に過ごせればどれだけ幸せか。それ以外に何を望む。研究が終わったので仲間たちに我々の装置を分解してもらったんだ。この分解した部品や材料は地上に戻ってからもかなり役に立つと思うぞ。私の方からも君たちが随分と大事にしているキャップとやらを惜しみなく渡して差し上げよう。これ以上君を足止めするつもりはない。君には広い世界が待っている。元気でな、友よ。本当にありがとう。食いついたか。何に興味をかきたてられた？喜んで。もちろんだ。私はここの監督官。何を知りたいのかな？あの機械はもう何年も完全には機能していなかった。最初の事故以来な。地球を振動させこの嵐を巻き起こした最近の過ちについて私はよく知らない。だがそれ以来あれは壊れたままだ。考えられるようになった。お前のせいで全て台無しだ。不利の影を見つけないと。影たちはみんなどこに行ってしまったんだ。